はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、生ビールですね。キャプテンクローという、こちら賞味期限が2016年の10月の3日となっておりまして、賞味期限が切れておりますね。半年、切れてる。すっかり忘れていた。キャプテンクローエクストラペールエール。麦芽 100% のビールです。こちらは値段300円ぐらいだったかな。結構高いね。原材料が、麦芽とホップ。アルコール度数 5%。こちらが、ああ、これか。え？これな、どこの会社だこれ。販売者が長野県の株式会社、信州東、なんとかかんとか、公社。え？株式会社、信州東、なんとか市、公社だって。すごい名前だな。キャプテンクローエクストラペールエール。こいつは強烈なホップアロマが特徴的なエクストラペールエールだ。尋常じゃないほどのホップが使われているんだぜ。くれぐれもグラスに注いで楽しんでくれよな。君の後悔に幸多かれ。うわっ！どういうこと？賞味期限が切れすぎてて、あれなんかな？あれしたんかな？賞味期限切れすぎてて、あれなんかな？発酵してたか？発酵することある？まあ発酵するか。賞味期限切れすぎて中のあれが、酵母が発酵したんじゃん。いきなり溢れてきやがった。びっくりした。まあいいや。ビール。キャプテンクロールと。信州の地ビール。オーラホビール。オラホビールって。で、乾杯。ああ、これはあれだね。あ、苦い。うん、まあ、うん。うん。ああ、よくあるあれですね。通常の倍以上のホップを使用し、鼻孔に直接伝わるホップアロマと飲み心地を邪魔せず2杯目を誘うビターな味わいが特徴になります。フィルターを使用し、ろ過を行ったことで賞味期限の延長と常温保存が可能になりました。賞味期限の延長？でも半年過ぎてんだよな。そんなに俺、やっぱりペールエールってそんなに持たないんじゃない？そもそも。だけど、まあ、若干持つようにはしたんだけど、もう半年過ぎてる。うん、これはペールエールですね。苦い。柑橘系の味もする。ただ、まあ何が普通のペールエールと何が違うかっつうと、エクストラペールエールって書いてあるけど、別に苦さとかも特に変わんねえ気もすっけど。
値段が1本300円。IPA、なんだっけ、インディアペールエールに近いっすね、これ。エクストラペールエールっていうのは、ただのインディアペールエールじゃん。IPA。インディアペールエールの味がする。天狗のビーフジャーキーいただきます。天狗のビーフジャーキーだ。長野県オラホビール、まあ聞いたことはあんまないですね。あ、うめ。あ、アマゾンでこちらが売ってますね。送料込み1400円、違う、1500円か。お試し4缶セット。1500円で。4缶か。普通にさ、こんなん買うんだったら、まあ、こんなんっていう言い方もあれだけど、ローソンで普通に売ってるインドの青鬼とほとんど味変わんねえんじゃねえかな。これな。これ IPA だよね。IPA で、これに味近いって言うと IPA なんだけど、IPA で近くで手に入るとこって、まあ、うん。ローソンで売ってるインドの青鬼。買えばいいと思うよ。うん。あっちの方が、あっちと何が変わる、わからん。まあ、少なくともこっちに比べると、インドの青鬼の方が明らかにヨナヨナエールの会社ですから、まあ、信頼っていうか、まあ、なんていうかな。大手です。クラフトビールだけど、まあ、の中では大手。これだって知らないもん、これ。オラホビール。知らん。意味がわからん。意味もわからんし、ね。なんか、オナホみたいな。オナホかなーって一瞬思ったけど。オナホビールかな。あ、うめ。この天狗のさ、一番スタンダードなやつ。アマゾンで1位のやつね。買ったんだけど。うん、まっ。前回買った、激辛のやつとか、はるかにうめえな。うまっ。さすがアマゾンで1位獲得するだけあるな。
あ、うめ。うめ。これどこで買ったんだっけな。ああ、そこか。なんつったっけ。高いビールがよくいっぱい売ってるところね。どこやったっけ。高いビールが、明らかにね、他のスーパーとはね、そこスーパーなんだけど、明らかにね、外国産、てか外国、ものとかをよく取り揃えてて、あれ、なんつったっけな、明らかにね、なんか、マダムとかがね、通ってそうなね、スーパーですね。どこだったっけ？明らかにね、マダム的なね、全体的にね、高いんですよ。高級志向のスーパー。うん、高級志向の、あれ、スーパー。なんつったっけな。あ、なんとか、石。なんだっけ、なんとかなり石井、成城石井か、成城石井だっけ。あそこさ、めちゃくちゃビールの品揃えがいいんだけど、うん、まあいいですね。俺は見たことないようなビール売ってるもんね。全部高いけどね。全部300円以上のね、500円とかするんです。だけど、見たことない、金あって、飲んだことないビール飲みたいって人は、あれ、おすすめですね。成城石井ってとこ。あれ、成城石井であってんだっけ？成城石井。うん。成城石井。スーパーマーケット。成城石井。これ東京にありますね。あ、オンラインショップもあるじゃん。ちょっと見てみるか。通常商品7560円以上でお買い上げで送料無料だと高っか。そこまで買わねえっつ。すっげえね、マダムとかがね、行って、そのマダムっていう、さあ、マダムってほどねえんだけど、なんつうかな。普通のスーパーじゃないんだよね。ブランド物とか、知らんようなブランド物とか、めっちゃあるんですよ。全部むちゃくちゃ高いの。スーパーマーケットなんだけど、高級志向ですね。うん。全部高い。お酒。これはあれだね。この金持ちしか多分、もう成城石井ってとこ、頻繁に使えるやつは、確実に金持ちだなって。一発でわかる。ああ、いろいろ売ってるね。うん。まあ、売ってっけど、これあれか。ほとんどケース、単品では売ってないっすね。うん。え、何これ？指名ゴールドなんてあるの？指名ビールのゴールドなんてあるの？
指名者初のラガースタイル。指名ビールで、指名ゴールなんてあるんだ。なんかあ、これ飲んだことない。指名ビール。ラガービール。まあ、指名ビールはブルー飲めばいいわ。もうあれで俺満足した。やっぱあれだな、これ。確実にこれ館内であれだぜ。発酵してたんだろうね。明らかにね、半年の間、これ賞味期限切れてるから。ということから考えてもね、やっぱりね、微妙にね、なんかね、わかる。ほんのり美味しくない。これ普通だったらもっとうまかったんだろうな、っていう味がする。うん。ちょっと残念になってるね。で、俺振ってもいないのに、パカって開けたらビヤーって出てきたことから考えると確実にあれだね。発酵していた。間違いない。うん。だってこれ上面発酵ですよ。わかんないけど。まあ、関係ないか。まあ、いいや。上面発酵だからって、と、下面発酵とかで、関係ねえか。まあ、発酵は変わんねえか。そんなに変わんねえか。コク、香り、甘み、貝、まあ、貝かって、これを、半年過ぎてる雰囲気で考えると、やっぱり絶対これうまかったんですよ。絶対うまかったんだろうけど、まあこれ IPA ですねって考えれば、多分そこら辺で買えるんで、別に無理してこれを買う必要ないです。だからインドの青鬼買っとけば特に問題ないですね。5153です。ご視聴ありがとうございました。